心に火を灯す言葉、8月4日。こんにちは、とびたジョうです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。すべての善行は、ついには、身を結ばざるを得ない、と私は固く信じている。すべての善行は、ついには身を結ばざるを得ない、と,私は,いはいはいと私は固く信じている。これは、インドの非暴力運動の指導者、 政治家であるマハトマ・ガンジーの言葉です。彼はインド独立運動の指導者にして、インド建国の父と称されます。インズー教徒であり、塩の更新など、非暴力、非服従の独立運動を提唱したことで知られています。主な著書には、ガンジー自伝や、我が非暴力の戦いなどがあり、南アフリカで弁護士をする傍らで公民権運動に参加し、 帰国後はイインドののギリスからの独立運動を指揮しましまたこの言葉は「あらゆる善行を行い続けていけば必ず何,何かの成果が得られる」と自分は固く信じているといったものです。すべての善行はついには身を結ばざるを得ないと私は固く信じている。良い行いをしなさいと私たちに日本人も小さい頃から親や学校で教えられて育ってきました。 それが、なぜかある時期になるとそんなことを真面目にやってられるかという反発心が出てきてしまうような経験はないでしょうか心の中では肯定していても表向きは反発しているような人が多いのかもしれませんしかしガンジーはその表向きでもしっかりとそれを肯定し信じ続けて行動し続けた人だったのです良い行いをすれば良いことが返ってくると その結果を求めてするのも良いですが、理想的には見返りを求めない善行を行える人になりたいものです。